これがいっぱい積んだろう。はい、だからそんなとこは映さないけどそうですか、すみません。よけたってさ、興味があるわけ。まあそうですね、こんなんと出えへんかんてな。うん、でもおたくらみたいな怪しいけど、怪しいと思うのが普通だ。まあまあでもすごくこう実際にこうやってお話今聞かせてもらったら気さくな人で、いろいろ教えてもらってなんか本当ありがたいですけどね。俺も機嫌悪けりゃ中を見してくれ言うたら何で見せなかんな見せる必要ない、見せんって言うてやったらな、自分はどうしようもできんやけど、そんなひこずり出してやれや言ったらそんなことできんやけ。そうですよね。おっしゃその上げくん応援呼ぶ。あ、やっぱ呼ぶんですか。呼ぶ、ね、パあ、それやね、まあ5代、10代ぐらい来るわ、それ10代それはあのどうすん、チクチバイパスってやろう。はいはいはい、はい、あそこでね、あそこで寝てな、俺荷物積んでるけど誰け倒せんじゃん。そうですね、そうですね、死ぬも下ろしてな、ほんで寝よったらな、びっくりよ、周りに騒がしよんとパトカーが10台おるんだ。物を、人がな、お宅らみたいな人が物を捨てて、あの寝よる人がおるって言うたらしいやつ。ああ、そうなんですか。もう捨てるわけないから、ほんでも人はそう思うわけよ。ほんで結局、これ伝票があるけど、ね、まあ、見たけど伝票あるぞって、見たって意味ないぞ言ったら帰る。なるほど。結局無駄な時間がほとんどないんよ。そうですね。ここが言わんので、ね、値段どこで買うみたいな、工具がどうのこんなの言う、お得が始めた。ありがとうございます、本当に。丁寧に言うけんよ。あやこし言うてきたら言わへんよ。いやそんな、なんだろう、変な人じゃないの、話したらすぐ分かるから。役目はないんだけ。そうですね、そうですね。結構警察に俺はきつい。あ、そうなんですか。まあでも相手がそんな変な感じで来たらやっぱそうなっちゃいますもんね、こっちも。見つけたらな、怪しい、これは絶対中に怪しいもん積んどると思うわけ。はあ、なるほど。だけど中を調べてな、敵や地帯地腹がもう皆さんね、どうでもいかないんだ、こうこれを見る、ここを見る。ああ、車検、車検、なるほど、なるほどですね。こっちは20年もやったんやけど、そんな違反捕まるわけないから。そうですね。それでもやっぱおる、いろんなんだ。はあ、いや本当ありがとうございました。こういう話はしてくれないけど、おたくもやる気なかったら、こんな話聞いたって意味がないよ。いや、ためになりました、かなり。いや、あの本当にためになりましたね。人は言わんよ。そうですね、普通はなかなか。そうですよね、教えてくれないですよね。ギターあったら買うぞなとは言うんよ。買う券持ってきてやん、話はすぐどこに売れるじゃん、どうやり方どうのこの言わ、絶対言わ。みんな笑って、あんな俺が同業でもな、なんかいわゆるゴミ屋さんにな、どこに売ったらええっていう金持ちかけたでしょ。はいはいはい、同業でも教えんの、わしが買う券、わしが買うまいと、その正規で売るとこまで行ったら2000円で売れたでしょ。ところがそのゴミ屋が1000円で買う、わしが1000円で買うわいって。ああ、そこで1000円で取るって、みんなそうだ、みんなこういう商売が腹黒いね。そうやっていかんとやっていけんねやと。ああ、深いな。教えてくれん。そうっすよね。いや、俺が教えるのはな、あの真似されるけん、6年やられた。それは何か、あのお宅が、あのゴミ、失礼やけどゴミ拾って周りを言うとするやんか。ああ、僕は廃品回収やってるような。はい、教えてやる、どこどこなんぼで、こうなんぼで売れると教えてやったらな、そいつはケチいけん、ただのもんしか手に入れんねやけど、そいつの友達、定年退職しとるやつに教えてやったわけよ、俺が言うたことを。さ、ああ、なるほど。今その店買いに来て、俺6年やられたんで。ああ、商売ならんくなりますよね、そんなんされたら。なるほどな。だけど下手に言うたらいかんねん。だけど黙っとんが一番。うん、そうですね、本当。本当にやられたの6年間。
思わぬのやめた、うん、だけどその6年間もな、俺は知識があるんよ家電に対してはな、それは知識なきゃいけんな、例えば梱包あったらもう300円ぐらいから8000円ぐらいまでいる、うん、ミニ梱包値段が違う、そいつは価値がわからんわけよ、ほいで300円ぐらいのもんを2000円で買うて持って行ってアウトになったこと何でも分かっとんや、知識がないけん損はしとると思うよ、うんうんうん、なるほど、だけどな梱包でもその本当に開きがあるわけよ、何でもかんでも売れへんって言われる、俺が持っとるな売れる商品しか持ってない、それはね経験がないと無理だと、あの本気でやるんやったら、ね、こういうふうにやるんだ、本気でやる気やったらよ、条件がある、あーメーカーがこうでとかっていうことですね、こんな、うん、こんなものすごい知識がないとできん、例えばオープンにもこれでも売れるわけよ、そうなんだ、うん、オープンにこうメーカー指定されてもらう、本当ですね、何度もかんでもこうやって言ったって予測さんだから、はあ、もうこれをな知識として持ってないと、今はそのデータ電話には出てるわけ、はい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 、そういう可能性もこれあの携帯電話で調べたら調べられる、俺は持ってないけどカセットでコロコロ、はあ、こういうのじゃないといかんわけ、これは映せないですねうーん、これやったかもよ、いや、やめときましょうだって分からんと思う、本当ですか、メーカー指定ところでソニー県ではなかろう、中道って分かる、あ聞いたことないです、パイオニアとかはありますね、それは素人の素人、中道っていうのはあの業務に近い、へえ。で、こうテープ関係の元回しとかでこうね、こうマランツとかラックスマン、ラックスなんて分かる？いや聞いたことないですね。ラックスとな、なんていうかな、パイオニアってなんか合弁の企業なのね。これ専業メーカーなの。中道。パイオニアでこういう CTA1 に限る。特定の型式に限るんですね。ティアックって分かる？いや全然分かんない。ティアックってこうオープンリールのメーカー。AL700V、 細かいっすね、うん、こういうふうに決められてるの、だけど何でもかんでも当たっていかん、はあなるほど、これはね長年ね、もうこれだけの知識をねあっという間に入れることはできん、長年やっとるとねこれは頭に入るんやけど、うん、だけど、うん、あの本気でやる気やったらお金にはなるよ、あただし、うん、最低でも1年はかかる、うん、その1年間は損する、なるほど、まあ勉強代みたいな感じでずっとこう、そうだけどそのためにこれ調べたら、ね、まあ損はせんと思うけど、うん、調べる間に人が買うていくわ、そうですよね、こう見て並んでったってな、ね、ネットで調べるやん、ああこんなネットに出とるけどな、うん、ああでおだくれ先に何人も来てるわけがさっと変わる、うん、ね、俺は知らんけどあの携帯に全部あのアマゾンとかなんかに出とるんじゃないかな、ああなるほど、通販サイトみたいなとこですね、それ俺らはこんな持ってないけど、だってパッと見ただけでな、メーカー名と紙面みたいなのが、まあ、これは売れるっていうの大体すごいなその知識がないとなかなかできない、あの言うとってゴミ屋さんは無理なの、うん、言うとあのゴミ拾い周りの人なんかね、これは無理、うん、ああいう時あのさ、あの
システムコンポ拾ったら1万5000円で売れることは確かに。ソニーに関してはパイオネル3種類はダメだ。パイオネル3種類は別々にセットして買われんから、これでも3000円ぐらいになるんですよ、拾ったら。今ごめの引いてないんだろ、ここは。なかなか、そうですね、なかなかないですね。昔はあったろ。結構そうですね、あの時も OK か。あのバッテリーでも昔はな、金取られて、今はな、400円で買うとくれる、バッテリー。今はな、金属類が高いわけよ。さっきなんか25倍になってたとかって言われてましたよね。鉄は25倍。特にそこら辺に鉄拾う。あれ、鉄にでもいろいろ、例えばなんですよ、空き缶でガス缶はいかんわ。タンク類は穴開けとかないか。あ、密閉容器は穴を開けとかなくちゃいけないってことですね。なるほど。でそのまま出たっていいか、穴開けとかない。そこはね、体なんか鉄が重たい鉄だろ。はいはいはい。火元で絶対1キロ50円よ。ほう。だけど、どこに持って行ったのね。素人やな、思ったら、いや、すぐ買われる。そういう業界なんや。なるほど。そんなのところ持っていくはちゃんとこういうところが測って、鉄は今お金